朝鮮半島につきましては、えー、中国と大変連動した歴史を持っておりますので、えー、旧石器時代新石器時代青銅器時代元三国時代というふうな、えー、時代区分がなされていてこれを戦死時代というふうに考え,て考えられております。しし西暦3世紀の頃から 三国時代と申しましてまあ三本当はもっとたくさんの国があるんですが、まあ、朝鮮半島に高句麗百済新羅という3つの国ができましてそれにに関わるる記録もな、えー、なされれようになりますそれが統一されて統一新羅新羅という国が、えー、朝鮮半島にできるわけで7世紀にはできるわけですが。 それを古代とする考え方が代表的でありますで、この統一新羅が、えー、衰退しますとそれから以後高来李氏朝鮮という,いう時代になりやはり、えー、王の権力よりも社会における商工業の発達というものが目立ってくる時代これを中世とするというここら辺は比較的安定した時代区分であります。